マイプロジェクト TV の糸源です。ご質問いただきました、ありがとうございます。将来やりたいことがなく何事にもやる気が起こりません。こんな僕はどうすべきでしょうか。学生さんですかね、その将来設計がこう学生のさ早い段階でさこうバチッとこう夢に向かってこう進んでるってやつ時々いたじゃないですか、学校にも。そういう人たちと比べちゃうと、あ、自分はこのままでいいのかなとか思っちゃうあれですよね。うかうかしてるとこんな43歳になっほっとけよ。結論言うとですねとにかく何も考えずにだらだら過ごしてればいいじゃないですか。森田療法っていうもんが合ってたな。森田療法とはメンタル的な病に対する対処方法の一つ。今回のこの質問がメンタル的に病んでるとかって話じゃないですよ。将来に対して不安になるなんてことは僕もありました。まあ今でも不安ですけど僕もありました。学生さんとかだったらなおさらだと思うんですよ。今回ですね、ちょっとこの森田療法の考え方がご参考になればと思ってご紹介させていただきます。もともと森田療法っていうのは対人恐怖症だとかパニック障害だとかうつ病だからね、そういったその心の病の治療法なんだけど、その多分そこら辺が多分あまりいいイメージない方も多いと思うんですけど、森田療法って最初ですね完全隔離するんですよ。なんだか物々しく感じちゃうところなんですけど、そのトイレに行く、食事をする以外は一切の行動禁止っていうね。だから何もすることないんですよね。ただひたすら寝てるっていうね。スマホ禁止、ゲーム禁止、漫画も禁止だよ。若草の勝手に創作活動すな。1週間ぐらい何もしない時期っていうのを作ることで人間の活動欲が芽生えてくる。退屈だからね。そしたらその後庭掃除だとか草むしりだとか簡単な作業から始めて、段階的に行動欲っていうのを育てていくのが森田療法。その何もやる気が起きませんみたいな、まあ、質問に対してですね、そのとにかく何でも片っ端からやってみようぜっていう答えもあると思うんですよ。あると思うんですけど、じゃあ別に何もやらずにだらだら毎日過ごしてればいいじゃんっていう、すいません逆張りしました。何が言いたいかっていうとですね、なんでやる気が起きないのか、なんで何もしたくないのかっていうことですよ。それって多分2つあって、実は体と心が疲れてるだったりだとか、選択肢が多すぎて決めらんないとかね。だったら隔離までしなくていいから、こういつもと同じように家帰って漫画とかゲームしてねだらだら過ごしてればいいじゃんっていう。僕なんかは自分に甘いので、それが悪いことだってこれっぽっちも思いませんよ。むしろ疲れた体とか心がねリフレッシュされるだろうし、だらだら過ごしてれば幸か不幸か時間の流れとともに無駄な選択肢ってのはなくなっていくもんだから、それで心身ともに健全な状態であればあれやってみようっていう行動欲の芽がふとしたきっかけで出てくるもんだ。これが、だからこれ、いい例えなのか、僕の話じゃない、いい例えなのか分かんないんですけど、僕はその海外で暮らしてるときね、そのやっぱり英語で失敗するとすげえ落ち込むんですよ。なんかさ、わざと意地悪な英語使ってくるやつがいるんだよね。だからやる気も失せるし、日本に帰りたくなる。でもそんな時はですね、頑張るのをやめて、一日中ダラダラと観光してたわけです。そしたらね、その観光地だから、多分旅の恥は書き捨てじゃないけども、その、やっぱり積極的に失敗を恐れずにね喋れるようになったし、あとはその日本人のね困ってる人みたいな人もたまにいて、そういう人を助けることによって自信がついたりとかね、何もやる気が出ない、何もしたくないっていう自分の気持ちに蓋をして、無理くりでも頑張っちゃうんじゃなくて、その何もしたくないっていう自分の気持ちを受け入れてみる。心が何もしたくないって言ってんだもん、じゃあその何もしたくない通りにするのが健全じゃねえかと僕は思うんです。ダイエットを決めたのにお腹が空いたのでついつい食べてしまった、こんな感じに自分の中の感情とか行動の価値っていうのは常にコロコロ変わってんので、今は何もしたくないっていう感情かもしれないけど、この先同じとは限らないもんね。心と体がリフレッシュされればそれも変わってくるんだぜっていうこと、繰り返しますけど誤解があっちゃいけない、森田療法ってのは本当に心のメンタルケアの治療法なので、今回の質問の回答に適してるかっていうと、まあ、絶対適してないですけど、でも何もせずにこう自分の心と向き合うという、自分と向き合うという考え方が仏教の考え方に近くて、ちょっと今回、ね、ご紹介させていただきました。さっきも言いましたけど、森田療法の最初のガチ隔離っていうのは1週間から10日ぐらいなんですよ。こんな感じで、まあ、じゃあ 3ヶ月間ぐらいね、何もせずにだらだら過ごしてみっかっていうふうにしてみてもいいんじゃないですかね。ちゃんと期間決めてやった方がいいですよ。ずっとダラダラしててもね。そうしないとこんなダラダラ43歳おじちゃんが出来上がっちゃうよ。ということで今日のおさらいです。森田療法とはあるがままという態度から自然な活動力を養う精神療法のこと。心身ともに万全になればそのうちやる気が出てくると、無理をしないのができるやつだ。なおできるやつは来るべき時に備えてあえて何もしないという時期を作るわけですよ。
どっかのことわざですよね。その片手空いてないと物事はできないんだよ。その常になんか行動したくなった時のための準備をしていくっていうね。本当にやりたいことが見つかるまであえて余計なことをしないっていう考え方かな。めちゃくちゃ好みの女性が現れた時に備えて決して適当なブサイクと付き合うなんてこと問題発